まあ、予約はこの一番まとめてここのところに書いておきましたけど、血圧がこう上がるというのは、あの交感神経の異常興奮が あるわけですよね。交感神経が強く働くと血圧というのはだいたい上がるように、できております。でこれが一番に書いております。で交感神経が働くとこのアドレナリンというのが出るんですね。あの交感神経が働くといろんなことがあります。あの風邪ひいたような症状になったりとか、このアドレナリンが出てきたりとか、あのスポーツやる人はあの交感神経が働いてないといい成績が出ないですよね。最近あのロシアであのドーピングって問題になってますでしょ。あれもどっちかというとこの交感神経を働かせるような運動能力を上げるようなという薬をこうやってるわけなんですね。でそんなことしちゃこんな命が危ないと。だから人間自分の体の交感神経を働く分にはですね、まあまあ安全圏内でやってるわけですよね。死ぬようなことはないんです。死ぬようなことないんですけど、死ぬようになってきたら大体交感神経働きます。死ぬほど危ない死ぬほど危ないまあドーピングのようなお薬とはでもやっぱり死ぬように危ないですから、だからやめようって言ってるわけですからね。人間がじゃあどうなれば死ぬようになるかって言ったら、やっぱ年をこう取っていけば死ぬわけですね。今まで死ななかった人はいないわけですから、まあ最終的にはこの交感神経も強く働いて、まあ血圧が結構晩年上がってる人はいるんですけど、まあそれはまあ普通の自然現象だと、思っていただければと思いますね。だから交感神経が働くともう一つね、厄介なことが、交感神経が働くと血液の中の顆粒球がやっぱ増えるんですね。炎症を起こしますからね。だから昔は病院には顕微鏡っていうのが置いてあったんですね。で患者さんの血液ちょっと取って、でこう血液をこう見ますよね。白血球がものすごく増える。でその白血球の中に顆粒球っていうのはものすごく増えるんですね。あ、そうするとこれ炎症を起こしてるなと。で昔で言ったら盲腸かなって言って、まあ、盲腸の診断によく使ったんですけど、今は最近はもう顕微鏡なんか病院にはないですからね。で、その何をやったかっていうと、顆粒球から活性酸素っていうのがバーッと出てくるんですね。その活性酸素が増えすぎるとちょっといたずらするわけです。シミ作ったりシワ作ったりとかいうのもありますしね。いろんな炎症を起こして膀胱炎を起こしてしまったりとか、いろんな関節の炎症を起こしたりします。まあ、そういう交感神経と、まあ、活性酸素とかですね、炎症とかそういうのが関連がどうもありそうです。で2番目ですね、血圧だけのことを考えると一番身近なものは肩こりです。肩首が凝ってるっていうのは、まあ、その中に血管が凝った中にあるわけですよね。何が凝ってるかというと、まあ大体筋肉か筋膜かその靭帯とかその辺がこう硬くなったりとか筋張ってくると、ああ凝ったなと、こういうことになるわけですけど、でそこで血管がですね、ギューッとこう握ったようになると、よくない、よく言われますよね。だから肩こり治療すると血圧っていうのは下がる。一番最初にやらなきゃいけない高血圧の治療っていうのは肩こりを取ることですからね。で肩こりを取らない限りは、例えば耳鳴りもそうですね。耳鳴りも肩こりをまず最初に取ると。で肩こりを全部取ったんだけどそれでもまだっていう場合は、じゃあ次は何かなと。で肩凝ってる間はもう血圧の治療なんかもういろんな薬なんか使ったってダメですよね。単純に肩こりが原因ということはありますから。一番簡単なのは蒸しタオル持ってきても肩をどんどん温めてやるんですね。あと肩が柔らかくなって、ああ気持ちよくなったなって言ったら血圧もスッとこう下がると。これはもう実際の治療の現場ではよくあることです。その肩こり閉ざらずにですよ、また血圧の薬いくら飲ましてもまたピュッと上がります。首絞めてるわけですから、血液が脳に行かないわけですから、脳は一番びっくりするわけですよね。だからなんとか血を回そうとして血圧を上げてるわけですね。それからですね、肝臓が弱って、まあ、肝臓の交感神経が異常興奮すると肩こりをすると、それから血圧が上がると、こういう因果関係もあるんですけど、肝臓っていうのは目の症状をコントロールしてますから、眼精疲労とか目が悪いと、肩こりをすると、そして、血圧も上がると、こういう関係性もあるわけですね。
でここ肝臓って書いてますけど、肝臓もさることながら肝臓の経絡ですね、関係、右足の親指の人差し指側なんです。これは目の場合は左足の親指の人差し指側、関係は 右足も左足も両方ありますので、これやっていただくと意外と血圧が下がることがあります。であこんなことでという場合もあるんですけどね、やってみなきゃわからないと、まあこれは 肝臓関係ですね。でもう一つ簡単に血圧が上がるのはっていうと腎臓です。もう腎臓、まあ肝臓もそうなんですけど、腎臓の方がもうちょっとこうなんていうんですか、糸くずみたいなものが腎臓の中にぐる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 こうね入ってると思ってください。でこの腎臓がキュッとこうちっちゃくなってしまって血管が圧迫されると、この中に何とかして血液流さなきゃということで血圧が上がるわけですね。ですから肝腎要というように肝臓腎臓がおかしくなる、で肩こりしてくると、まあこれは血圧は必然的に上がってくると。ですからこの辺を少し治療してみられるといいと、まあ日頃の養生ですね。5番目、これはもう残念ながらもうこの加齢という問題はしょうがないですね。で加齢して交感神経が強く働いて、まあストレスかかってくると、どうしても血管はですね、まあ、動脈硬化を起こすようなメカニズムになっているそうです。まあしょうがないでしょうね。若い人と中年と年寄りと何が違うんだって言ったら、やっぱこういうところだと思いますね。これも白髪と一緒ですよね。まあ80の白髪の人を20歳ぐらいにできるかって言ったら、これはまあ染めればなんとかなりますけど、それだけじゃ無理なわけですから、下から生えてくるのが白いのが生えてきますから、まあ 2,3 週間もすれば生え際がこう白くなってきますからですね。だからもうしょうがないと。動脈硬化もまあまあしょうがない ところが、何でも動脈硬化にせいにするっていうのもまたこれも良くないんですね。この間も神戸の先生からお電話いただいて、四国の患者さんが、心臓の具合が悪くて入院したと。で病院の方じゃ血管が細くなってるんだろうか、今こうやりますよね、カテーテルでくるくるってやって血管広げて、それなんか風船かなんか広げたりとか、カゴを置いてきたりとかするのがあるんですけど、あれをやるということになって、まああれやると、まああとずっと薬飲まなきゃいけないしですね、あれやったためにですね、それとかあれブチュッとこう突き破ってしまったらどうしようとかね、そういう実例もありますのでねって言ってたんですけど、次の日電話かかってきたら病院の方で、いややめようと、カテーテルのあれはやめようと、でお薬で何とかしましょうかというふうな話になったらしいんですね。こう手のひらがコロッとこう変わるわけですね。でまあ心臓の具合が悪くて血管細くなったんだろうということで入院したんですけど、時々ですね、この血管は、動脈硬化とは関係なしにキュッとこう細くなることがあるんですね。でこれは交感神経じゃなくて副交感神経、副交感神経の方が働くと心臓の血管もキュッとこうちっちゃくなることがあるんですよね。でこれはもう神経の働きですから、でそれがなくなったら、まあ次の人がなんかはまたピュッと大きくなる。だから血管こう見ててですね、でああこれが詰まりそう、詰まってるからって言って3本なんかおかしくなってたって言うんですけど、しなくて良くなったっていうのはおかしな話ですよね。次の日するのやめようっていう話になったんですけど、でもしかしたらそれは動脈硬化型じゃなくて副交感神経というか、まあ神経の働きで血管が一時的にキュッとなったもんじゃないですかと、あちょっとその患者さんからよくお話聞いてみてくださいということにしたんですよね。で患者さんはそこまで聞かないんですよね。なんで辞めることにしたんですかって、まあ辞めてもらったらよかったよかったしかならないですからね。なんでそういうふうになったんだと、でもう一回写真、高校のところの写真見せてくれぐらいのことを言えば、いや実はあの患者さんおいでになった時女だったんですけど、まあ、2,3 日置いてこうしたらこんなふうになってなんかいいみたいだから、いやだから辞めたんですというようになってる可能性もあるんですね。現実うちの患者さんでもそういう患者さんがいらっしゃって、もう手術はしないということにした方もいます。何でもかんでも、手術すればっていうことではないというふうに思っておいてくださいね。で次はですね、この高血圧というか A4 番のこっちをやりましょうかね。高血圧の治療法というのを今日はやらなきゃいけませんからね。
もう手を前に持ってくるたんびにニンニクの匂いがブンブンして大変ですね、もうちょっとこっちを置いた方がねえ、先月これを食べてがんに勝とうっていう話をした、あれの続きですからですね、一回食べたからって言ってならないわけじゃないですからね、ずっと毎日ちょっとずつお食べになると、免疫系は少し上がるそうですから。でこの高血圧というのを見てくださいね。ざっと高血圧の原因は何があるだろうと考えて、やりました。で頭に書いてありますように、下げたのと下がったのは違うと。で今からこうやろうとするのは下がったというものですよね。下げたっていうんだったらもう薬の強いのをどんどんやって、下げれば下がったということになるわけですけど、原因がうまいとこ解消できて下がったっていうのとはまた違うわけですよね、ですからそこは間違えないでほしいですね。で血圧、高血圧の原因は何だろう。でここに1番からずっとこう番号書いてますね。これは虎の巻にも書いておりますけど、虎の巻の中のちょっと今日は詳しくやりましょうということですから、今は大丈夫。私もそうなんです。今は血圧は120前後ぐらいなんですね。ちょっと低いぐらいなんです。もういつか上がるかもしれないですね。でうちの親父は低かったんです。アレルギー体質。でおふくろさんはですね高かったんですね。晩年は180とか200ぐらいになったことありますから。だから僕もいつかの何かのきっかけでポンとこう上がる可能性はあるわけですよね。でそれがなんで上がったんだっていうのをですね、今低い人はなんで上がったんだろうっていうのを注意しておけばいいんですよね。最近なんか肩こり頭痛い、なんか動悸がするなって、血圧下がった、あ170になってると、なんで100この間で30しかなかったら40も上がったんだろうと、それが分かればそれを治療すればいいんですから。だからみんなこういう気持ちがないから、いや知らないうちに上がったとかですね。でおふくろさん、親が、自分の親が50になったら血圧が上がったと、なんで血圧が上がった、女の人だったら更年期かなとかですね、老眼のせい、眼鏡か、ね、それとか深酒したもんだからあの日から上がったとか、分かってればそれを治療できるわけですけどね。だ今まだこう低いなっていうふうな思いがある人は、ちょっと注意しておいてくださいね。上がってしまった人はですね、過去を思い出して、あれから上がったのかなっていうのをこうちょっと今日のお話の中に考えてくださいね。思い出せる範囲内でいいですからね。いやそういえば50年前にうちの旦那に見初められた時に血圧が上がったって、それはなしですから、そこまでは書いてませんから責任なし、そこまではね。はい、行きましょうかね。まず1番目、肝臓。これも浅見哲夫先生がどうしても血圧が下がらないって私が相談した時に、いやもうそれはね F2 をやってごらんと、肝臓をやってごらんと、子供がこれは下がるかもしれないからっていう話を聞いたから、私も肝臓というのをですね随分考えながら治療したんですけど、本人分かってないのに肝臓が悪い人が結構いるんですね。でこれはもう数字に出る前です。血圧がちょっと上がるぐらいっていうのはもう GOT とかガンマとかがバーッと上がってる人って、もうそういう人じゃない人ですよね。数値的にはもう普通です。で右のこの肋骨の際のとこ、こう押さえるとなんか痛いと、2、3日前もいましたね。お腹押さえても痛くないんですよね。もう痛くないんですよ。じゃあ健康かなと。硬いんですよ。硬くてお腹の中を触らせてくれない、腹筋がそういうふうに力入れてるんです。これなんか腹診をして、例えば若い先生が、じゃあお腹見てみましょうっつってね、最近内科の先生見ないから鍼灸師の若い先生が、例えば見たとしますね。痛くないですねと。痛くないんじゃないですね、痛いところまで抑えられないんです、硬くって。でもとにかくお力をお抜きくださいませというふうなことでずっと力抜いてもらうんですけど、でもう力が抜けないですね。でもしょうがないから、じゃあその患者さんの手持ってきてこうやって抑える、それでも硬いんですね。でしばらくお腹をこう揺らしたりしながらゆっくりこう押さえるんですね。と肝臓がダメな時は肝臓の方は右は絶対もう力抜けない。
こっちの左側のお腹はちょっとこう力が抜けるんですね。あんまりそこを5分ぐらい吸ったもんでやってるとですね、こうあの患者さん寝てるでしょってこうしたから、先生お腹みんなこんな硬いんじゃないですかってこういうことになるんですね。いやそんなことありませんと。で僕がこうお腹のところをこうやっといてですね、ここ触ってみてくださいってこうやると、肋骨の際にこう指が入るでしょ。あら先生柔らかいですねって言う。でも私が柔らかいわけじゃない、あなたが硬いんです、おかしいなとか言うから、もうしょうがないからそのままお腹をこう手で押さえておいてもらって治療するんです。そうすると、ああ柔らかくなったというのが分かるんですね。そのくらいお腹に力を入れてる。その筆頭がこの肝臓なんで、右側だけですね、お腹が硬くしている場合があります。肝臓の炎症っていうのが肝臓の交感神経の異常興奮ですね。治療法は右足の F2 と F6 です。右足の親指の人差し指側と人差し指ですね。で、そうなるとどうしても肝臓の、この血管が細くなります。肝臓の血管が細くなると、そこに血液がなかなか入っていきませんので、そのため血圧を上げると、上げて何とかして肝臓の中に血を流し込もうと、そして肝臓に働いてもらって健康を保とうとしているわけですね。まずこれが一番ですね。でこういう人はですね、高血糖、血糖値が高い場合とか右肩が凝る人、これに多いんですね。肩こりするって言って右肩が凝りますという時は、肩を触るより前に肝臓、右のお腹を触ります。今日お見えになった方の中で右肩が凝って凝ってという時にはですね、これはもう肝臓の治療をまずしてから、肩揉んだりする前にですね、そうすると右のお腹がこう柔らかくなって痛いのが取れたと同時に、それと同時にですよ、それと同時に右肩がふわっとこう楽になったなって言ったらですね、それは肝臓の右肩こりだったと。全部じゃないかもしれませんよ、でも半分ぐらいがそうかもしれませんから、これはですね、肝臓が弱い人っていうのは、まあ、結構いっぱいいるんですけど、まあお酒が飲める飲めないっていうのと結構関連している場合があります。ちょっとあとこういうふうにじわじわやりますので、この2番目からあとはさささっといきますね。で腎臓、腎臓は細い血管が固まってますので、これが細くなってくると血液が入らなくなって、また血圧を上げると、これは冷え症とか、腰が痛いとか、でおしっこ我慢したら血圧上がるでしょ。3番目、大腸、便秘が続くと血圧が上がるっていうわけですね。4番目、眼精疲労、目が疲れることによって血圧が、上がると、これは多いです。5番目、寒さとか冷えですね。逆に言うとこれは寒さとか冷えに対する対処法です。血圧上げるっていうのはですね、精神的なストレス、恐怖感とか恋愛とか仕事、それから痛い、もう痛いだけで血圧上がりますから、病院っていうんですけど、病院って帰ってくると血圧上がったりとかね、病院で白い服出せてみると血圧が上がるとかですね、古傷、手術とか骨折、やけど、こういう数十年前たった、古傷の痛みとかしびれとかですね、動きの悪いっていうのが血圧と関係していることがあります。心臓、これはですね、どっちかというと心臓が悪くて血圧が上がるっていうよりも、まあ、不整脈とかそういうことで上がることもありますが、高血圧が続くと心臓悪くなってくるわけですよね。無理させてるわけですから。それから9番目、食事。まあ、これは塩分が多いと血圧上がりますから、動物性タンパク質の過剰、まあ、血液ですね。これ肉っていうのは塩に関係しますね。化学調味料とかいうのも塩分、なんとかかんとかナトリウムってこう書いてありますから。それからですね、運動不足。運動不足はですね、これ循環障害を起こすんですね。足がむくんだりとか、でむくんだり血液の流れが悪いというところがあると、血圧を上げてなんとかこう血を回そうとします。でこういうことがあると肩こりとかですね、腰痛とか膝の痛み、肩こり、膝の痛みとかですね、この2つは多いですね。それから末端部分のしびれ、手とか足のしびれ。
で、まあ一番末端っていうのは心臓から遠いのはやっぱり足ですから。で、高齢になってくるとあんま歩かないでしょ。ちょっと足が痺れてるとかいうので患者さんお見えになったりするんですけど、血圧をなんとかこう高くして対処しようとしてるんですね。人間はですね。で、病院はそうじゃないですね。病院は下げてたんとか対処しようとするんですね。だからいつまでたっても痺れが取れないと、これが起こることがあります。それじゃあ裏のページ行ってみましょうね。で、1番肝臓のお話は今だいたいお話しましたように、右足の親指の F2 と F6 を清潔しらくするのと、全身の交感神経を抑制するために H6 手の人差し指ですね。と F4 足の小指と、これをちょっと清潔しらくをすると、治療としては良くなります。養生法としては肝臓の交感神経を抑えるのはクロスがいいですね。オスがいいです。このノニジュース置いてますけど、このノニジュースも交感神経を抑制してくれますから。で、肝臓の壊れたところがあったら、この壊れたものを修理するにはアミノ酸がいいですから、私が作りましたこのアミノ酸をこう飲んでいただければ。これがですね、アミノ酸って書いてあるアミノ酸なんですけど、これが一番酸味があってアミノ酸が多いです。これが一番治してくれます。で、もう一つ飲みやすいのを作ったんですけど、それはこっちの方かな。これエキスっていうのを作ったんですけど、これはもう、初めての人に飲ませる方ですね。まあ、皆さんお飲みになるのはこっちのアミノ酸って書いた方、これをお飲みになった方が、アミノ酸量も多いです。で、お酒を お酒について肝臓弱い人はお話を聞きます。お腹をこう押さえて右側がまあちょっと辛いと、あ、お酒を飲みになるんですか？聞くんですね。いやいや、お酒を飲みません。あ、飲まないですね。飲まなくて肝臓悪いのおかしいな。最初は若い頃はそう思ってました。なんだろう。小学生の頃にこう注射打ちましたよね。あれが C 型肝炎で悪くなったのかとか考えたんですけどね。それもないことはないんですね。あれも肝臓が意外と強いと、その B 型とか C 型のウイルスはそう暴れないですよね。なんかあるのかなと思ったらですね、これ一番はお酒が飲めないんですね。飲めないほど肝臓が弱い。悪いんじゃないです、弱いんです。だ、どういうことかというと、親からもらった肝臓なんですよね。遺伝的に肝臓が弱いというのをもうもらってるわけですね。この患者さんが一番多いですね。特にうちは中高年で、お見えになって肝臓がっていうわけですから、飲みすぎでっていうとですね、もっと早いところで死んでますから、まあうちに来ない前にもう死んでるのかもしれません。70、80になって肝臓がっていう人はね、飲めない人なんですよ。飲んだことがない。飲むともう本当杯一杯飲んだら真っ赤になって、もうドキドキして、もうその日一日寝てなきゃダメとかですね、もうこういうのはもう全部肝臓が弱いんですね。だからよく私はもうお酒飲まないから肝臓は大丈夫って言ってる人いるんですけど、飲めないほどに弱いわけですから、年を追うに従って肝臓っていうのはどんどんくたびれてしまってるわけですね。だからそこで肝炎を起こしてしまうんです。で、その肝炎を起こした時にたまたま注射で、C 型のウイルスがちょっと混ざってたりすると、 C 型のウイルスがバーッとこう広がっていくわけですから、で C 型で悪くなりましたねっていうふうになるんですけど、まあまあそういうこう段階があるわけですね。2番目がですね、腎臓。大塚さん、なんかすごく暑い。やっぱ今日は夏ですね。今日35度ぐらいになるらしい。人間が多いからか。皆さんのところより私のところの方が暑いんですよね。もう1メーターぐらい上がってるとこの辺が暑くてしょうがないんですよ。もう立つとえらいことになるんですよね。まだいいんですけどね。さて2番目いきましょうかね。今度は腎臓ですから、まあ治療法としては足の小指 F3 ですね。足の小指の薬指側です。昨日も腎臓の悪い患者さんお見えになりましてですね、もうほとんど患者さんは気がついてないですね。ほとんど気がついてない。
それから例えば肝臓悪くて腎臓が悪い人もいますよね。どっちが悪いんだと。肝臓がものすごく悪いと腎臓が悪いのはあんま気がつかないんですね。肝臓と腎臓の比較をしてますので、でこの肝臓を治療してしまうと、あら腎臓がっていうふうになるんですね。ほとんどそうです。ですから肝臓の治療してしまうと、特に右側の腎臓とか言ったらですね、肝臓と右側の腎臓のこの痛みというのがこうグループ化されてますので、肝臓が大きく痛いと腎臓のちょっと痛いのはもう、出てこない、表面化しないんですね。で肝臓の悪いのがどいてしまうと、もう腎臓が悪いっていうのが分かってくるわけですね。だからあ、いやこれは腎臓も治療しなきゃということになります。足の小指の F3 の整形治療をすると、で全身の交感神経を抑制するために手の H6 と足の小指の F4 整形治療をやると、まあ、交感神経を抑えているわけですね。養生法としてはですね、五臓の色体表に腎臓のところを見ていただくと、黒、腎臓には黒がいい書いてあるんですね、まあ、黒関連あります。で下の方に豆ってあるんですね。となるとやっぱり黒い豆がいいのかなと、まあ最近になっていろいろ調べてみると、やっぱりそういう黒い豆、あの黒の色素にもなんかちょっとばかりいいものがありそうだと。それから大豆っていうのはもうタンパク質、まあ、アミノ酸がものすごく多いですから、まあ、そういう意味でも黒豆はいいのかなと、なんてこう最近は見逃せておりますね。うちでもこの黒豆でお酢を作りましてですね、そのお酢をこの濃縮してこれに一緒に入れてます。そんなにお酢ってガバガバ飲めるもんじゃありませんから。で胃がちょっと弱い人は今度は胃に反応して、なんかこうしばらくムカついてしまったとかいうことになりますので、それからですね、腎臓はこういうキュリビシっていって、これかぼちゃの種がメインになってるんですけどね、あとザクロとかノコギリ足とかですね、そういうものが一緒になっているのがキルビスというのがあります。これ私も随分とお世話になっております。こんなに簡単に効いてくれるっていう自然薬も、まあ、珍しいかもしれませんけど、まあ、だんだん男の人はですね、前立腺が肥大して、まあ、困ったなっていうことにもなるんですけど、こういうあのこれかぼちゃの種、かぼちゃはまあ特別なヨーロッパのかぼちゃなんですけど、ザクロとかですね、前立腺にザクロはいいんですね。あのアメリカで前立腺がんの方にこのザクロを、たくさん食べさせたらすごく良くなったっていうのも話があるんですね。ノコギリ足もいいんですけど、ノコギリ足はこれだけじゃなくて、こう頭の髪の毛の方にもいいと。寒くなるとこのおしっこ関係で血圧が上がったりしますよね。ですから、まあ、寒くなった時には若い間は鍛えるっていうのもいいんですよね。寒風摩擦どんどん鍛える、まあ、私もまだ鍛えなきゃ思ってます。で鍛えるとまだいいから、あまだもうちょっとは年寄り組に入らなくていいのかなと、後期高齢者っていうのがありますけど、それまだ年金もまだあのとりあえずもらってませんから、払ってる方ですので、でももうすぐ皆さんのところにこう行きますので、皆さんのとこまでにしておいてほしいんですよね。お袋のところとか親父のところに行ってしまうとさよならになりますからね。まあまあ、鍛えるレベルでしょうけど、でもそれを過ぎたらもう無条件に温めてください。やっぱ足を温めるっていうのはですね、いいです。足湯をして、足を温めるとかですね。だからうちの親もそうでしたね。まあおじいちゃんはあんまお風呂好きじゃなかったんですけどね、とにかく毎日風呂入るようになりましたね。あら風呂が好きになったっていうより体が求めてたんでしょうね。それもね、もう風呂が沸いたらすぐに入るんですね。年寄りはお湯に当たるといけないから最後がいいんだよって言うんですけどね、違うんですね。本当にもう一番風呂に入りたがるんですね。見るとね、赤が浮いて大変なんですよね、やっぱりね。あ、こういうことだったのか、年寄りは最後の風呂がいいっていうのは、まあ、こういうことなんだなと。でもね、あんまり最後に入れても大変なんですよね。おじいちゃんはって言ったら、家で寝てるんじゃないっていう話になったんですけど、部屋行ったらいないんですね。おかしい。で娘は開けてこう見たら、
おじいちゃん風呂で倒れてるっていう話になったんですね。で、いや脳卒中で倒れたんじゃないんですよ。ひっくり返って石鹸で滑って起き上がれないんですよ。もうあのひっくり返った亀みたいな感じになってるんですよね。はあ、こうなるのかって。もうあと風邪ひかないかと思って心配したんですけど、まあ風邪はひかなかったんですけどね。あれ最後に入れてたら気がつかないですよね。もう10時か11時でみんなが入った後でもうみんなも寝ようかなっていう時入れて、朝になったらおじいちゃんこんなになってたっていうこと、あれならなくてよかったなっていうね。もうそんなことになったらもう一生寝覚め悪いですよ、ね、え親がね風呂場で死んでたって言ったら風呂入るたんびを思い出すでしょ。あよかったなと。あ親父も分かってたのかもしれませんね。親父があの私たちにしてくれたっていうのはやっぱり風呂は、まあ、年寄りは先入った、あとトイレはあの外向きに開けるようにドアした方がいいっていうのはね。これも一回親父が中で倒れてて、これはあの具合気分悪くなって倒れたんですね。でお袋が呼びに来て、おじいちゃん倒れてドアが開かないんです。押す方に作ったよ。皆さんも大丈夫です、ご自宅のトイレの押す方にしてたらダメですよ。必ず引いて開けるかスライドにしとかないと、もうねとにかく開かないんですよ。で言うこと聞いてくればいいんですけど、もう無理ですから、もう力ずくで少々怪我しようと関係ないです。あとはもうなんか破るしかないですからね。この2つは教えてくれましたね。あ、お袋が教えてくれたのもありましたね。観葉植物ベランダにいっぱい置いとけばいいと。これはね転んだ時に助かるんですね。3回はお袋助かってます。でいつもこう水やってお袋がこう世話してる、そのランとかおもつとかいろいろあるでしょ。でそれにね、あらららららバタって倒れてるんです。骨折しなくて済んだんですね。3回ぐらいやっぱ可愛がっとくといいんですよね。あのうちにも犬を可愛がった、千葉県の雑種なんです。ハチ公という名前です。昔の話ですから、昔犬はハチ公だったんですよね。で8個飼ってたの、あれはダメでしたね。晩年ボケてきてうちの親父の足にしょんべんかけたっていうぐらいですからあれは役に立ちませんでした。あれ以来も犬飼ってません、ね、もうあれ1匹でよかったです、まあ、最後しょんべんの話で終わったんですけど、まあ、人間があのしょんべん漏らすようになるとちょっと困るので、まあ、こういうことになったわけですね。まあ後でも出てきますけど、おしっこをしたくなると大体この交感神経っていうのはこう高く、交感神経がすごく働き強くなると目が覚めるんです。で夜中に皆さんまだね寝しょんべんしないでしょ。寝しょんべんするのはお孫さんですよね。これは皆さんが寝しょんべんするようになったらもうちょっとそろそろということになりますので、まあまあ気をつけておいてください。で3番目が大腸便秘と血圧と、何でも我慢すると大体血圧上がります。でおしっこはすぐ上がりますけど、やっぱ便秘も、排泄の方をねあんまり我慢するとよろしくありませんから、この場合は左足の F1 と F6 と H6F4 ですね。まあお腹の便通をしっかりする。あの便秘だ便秘だって言っておいでになる方いらっしゃるんですけど、本当に便秘ですかっていうのはあるんですよね。これはあの便秘じゃなくて便がお腹の中でできてない、でこれを便秘と間違えて、で下剤をこう毎日飲んでる人いるんですね。で聞くんですね、その便秘のあれお薬飲んだらどうなりますかって聞いたら、ジャーって水みたいなのが出て、これで終わりですって言うんですね。それはもう腸に溜まってる水が出てるだけで便はできてないんですよね。でいやもう苦しい苦しいって言ったらもうドッカーンと出てきましたって、これが便秘なわけですよね。で便ができてないのに下剤かけてる人ってのはもうそれはもういつまでたっても便ができないわけですよね。便ができそうになったら下剤かけてますから、いつまでたってもこの硬いのが出ないんですよね。でそのうち硬いのが出るもんだと思って信じ込んでるんですね。そんなことあります。でそういう時はですね、この菊芋を飲んでもらうんですね。そこはもう大腸の、腸の中のそのまあ、いい方の善玉菌の餌になるというイヌリンというのがいっぱい入ってますから、でそれで下剤かけるのちょっとやめてもらうんです。ちょっととりあえず 2,3 日とか1週間やめてください。でこれは普通に食事しながら菊芋食べてもらって、でやってるとだん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 便ができてくるんですね。そうすると、まあ、そのうち催してきたなと思って便行くと、あなんかちょっと形のあるのができてきました。
そういう話になります。先月だったらこの間お話ししました、心臓の薬の副作用で下痢と下血の方っていうのも、最終的に下痢が止まったところでこの菊芋を飲んでもらったんですね。で、3日ぐらいしたら形のあるのが出て、で立派なものがもう今では出るようになったと。こういうことですので、できてない便を便秘だと勘違いしている人もいます。まあ、ちょっと注意してくださいね。で3番目のこれがありまして、で養生法としては、この間雑誌見てたらですね、このノニジュースが便秘に効くというのが出てました。まあその便秘にっていうか交感神経、飲み物ですから、飲むと交感神経が抑制されて調子が良くなるんですね。でこういう野菜系果実系のものは午前中に摂るといいですね。特に午前中よく水をこう一杯飲むっていう人いるんですけど、その時にこうノニジュース飲んでみたら、朝からお腹がちょっとこう動いてくれる方向にと向きますので、時々私がお話しするこの唐辛子の種ですね、間違える人がいますのでよくよく言っておきます。唐辛子食べるのは種です、さやじゃありませんから。さや食べるっていう人はえらいことになります。で種は中のこんなちっちゃな直径1ミリか2ミリぐらいの種ですよ、言っておきますからね。食べるのは一粒からです、5粒まで、ね、こういうと5粒から食べる、まだにいますので、食べるのは一粒からです。これ教えてもらったのは熊本県の清和村の古賀綱之先生なんですけどね、先生もこの方法をお話しするときに地域の婦人会なんか呼ばれて野菜の作り方やなんかこうやってるうちにこの話になるんですね。くれぐれも一粒から五粒って言うとですね、みんな五粒から食べるそうなんですよね。でお尻が火事になったって言って電話かかってくるそうなんですよ。もうこれはちょっと気をつけておいてくださいね。で4番目、眼精疲労の高血圧、今はですねこう見るとこれが光ってるっていうものが多いでしょ。こうやるのでこう光ってる。でまずスマホが光るでしょ。それからテレビは向こうが相手が光ってますよね。それからパソコン売ってるとパソコンが光ってるでしょ。こんなとこの中で光ってるのが岡本さんの頭だけ光ってるんですけどね、言っとかないと俺の顔見てますから。蛍光灯が光ってるんです。岡本さんの頭が光ってるんじゃない、あれが光ってるのが反射してるだけなんですけどね。光ってるものを見るっていうのがですね、眼精疲労を起こすんです。で僕はですね液晶ディスプレイ、パソコンやるとき皆さん液晶ディスプレイをこう見てるわけですよね。であれ電源切ってみてください。液晶ディスプレイは光ってません。パソコンは画面消したら真っ黒になってますけど、電源切ると分かるんですね。蛍光灯の光が映り込んで反射して光ってる、蛍光灯が。だから蛍光灯の光が映り込まない方向にこう持っていって、でやらなきゃいけないんですよね。ということはパソコンがこう置いてありますよね。こっち側に窓があるとその光全部反射して目に入ってるんですよ。そういうことを書きましたら、つい何日か前に私のその動画をこういう角度に置いてくださいとかですね、高さを上げましょうとか言ったらですね、なんかパソコンを置くのを迷ってたら、いい答えを教えていただきましてありがとうございますってこう書いてあったんですね。でその前の書き込みはですね、蛍光灯に映り込むんだったらこのディスプレイの明るさをもっと明るくしたらいいんじゃないのとこう書いてあるんですよね。だからそんなことを書くのはおそらく若い人だと思うんですね。そんなことしたらもう目がそれこそ眼精疲労ひどくなって、もういよいよこのディスプレイ見れなくなる。でこのパソコンのディスプレイの明るさってなるべくこう落としておいた方がいいんですよね。でこの蛍光灯とか窓の光が映り込まない方向でやらないとダブルで目が疲れてしまいますから。それからですね、車の運転、車の運転すると肩凝った、ね、車の運転肩でやってる人いませんからね。ハンドルだって今はパワーステアリングでこう片手でちょっとこうやっておけば大丈夫なわけですから、車の運転やって疲れたってもう 100% に近く眼精疲労です。まず疲れることありません、この上半身がね。
オートマチックの車に乗ってる人は右足だけこう凝ってくるわけですよね。それで車から降りた途端に腰が動かないって、あれはもうアクセルペダルだけ踏んでるからなんですよ。昔はまだクラッチペダルとか他のがあったでしょ。両方使ったからまだ良かった。今片方ばっかりだからこうやって運転してるわけですよね。だからまあ30分か1時間に1回ずつは降りてこうちょっと運動すると、車の運転ですね。で、人間の目ん玉ってのはあんなにスピードの速いものを追っかけるようにだいたいできてませんから、まあどうでしょうね、皆さんが走って時速20キロぐらいですか、そのくらいのものを見るようにできてる。馬に乗っても4、50キロでしょうからね、まあその以内じゃないと目は追っかけられないですね。明かりすぎる室内、この蛍光灯がだいたいダメですから、蛍光灯ですね、それから粗悪なメガネと書いてますね。もうこれが今後おそらく問題になるのはこれだと思います。もうメガネ業界崩壊してますから、あの安売りメガネ屋さんでねえ、メガネが4980円、2つ買ったら1個は3000円にします。ああどんなメガネ作るんでしょうね。もううちにもちょっちょいでになります。で今度 の見学の時にもやっぱり100均で買った老眼鏡とかね、ホームセンターで買った老眼鏡とかかけてる人がいっぱいいるんですよ。そう言ってたらね、うちの奥さんが老眼鏡買ってきてくれたんですよ。大体あるでしょこの辺でとか言われてですね。それで時々私コンタクトレンズをするんです。それもね 2,3 時間しかしないんですけど、その時に、まあ、なんかちょっと見るのにかけたら見えるんじゃないっていうことで買ってもらった。でそれはもちろんかけりゃ見えます、かけりゃ見えますけどね、5分かけられないですね。なんか目が回ってくるんですよ、だん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 。でこれ真面目にこれかけてなんか本かなんか読んでたらもうすっごい眼精疲労を起こしますよね。ですからまあ遠くを見る眼鏡っていうのは意外とぼんやりでもいいんですけど、もう老眼鏡はきっちり合わせてきれいにいい一番いい眼鏡を最低5万円ぐらいはかけて老眼鏡を作ってくださいね。金額でいうと5万円ぐらいかかります。遠近両用を作るんだったら10万円はかけてください。なぜそんなかかるかって、遠近両用のレンズは2種類あります。安い方のレンズは5万円以下、分かりませんけどね、だいたいそのくらいです。で高いのは5万円以上、10万円ぐらいします。何が違うかというと、削ってるレンズ の向こう側削ってるかこっち側削ってるかで値段が違うんですよ。もちろん高い方が眼精疲労は起こしにくいです。わざわざ安いの買ってよかったなって言って5万円の買ってですね、眼精疲労して、まあ、このメガネかけられなくなったって言って捨てるよりは10万円かけてね、いいの作った方がいいでしょ。そのぐらいの投資はご自分の目ん玉にはしてください。で眼精疲労を起こしますと、だいたい交感神経を強く働かせます。ですから眼精疲労を起こしている人は、交感神経の症状をいろいろ出していきます。でその中の一番大きいのは血圧が上がると。これは簡単です。眼精疲労が取れると、血圧がだんだん下がってくるとかですね、胃が痛いとかですね、一番分かりにくいのが精神的なものです。まあ車の運転してて、ああもう車の運転したくないという人がいますよね。だってそういう人はパーキングに寄るわけです。でパーキングに寄ってしばらくコーヒーかなんか飲んで、でその辺 のパーキングがあるところって大体土地の安いところですから、山削ってますよね。ああ一休みとか言ったら見えるのは全部緑の山ですから目が落ち着くわけですね。でしばらくすると、もう疲れ取れたな行こうかとか言ってこうまたやる気が出るわけですね。でこれなんです、やる気が出る。仕事でもそうですね、パソコンずっと見てて眼精疲労、ああもういい、もう今日はダメと、もうやめようかと言っても緑はないですからねえ、もうちょっと仕事辞めたっつってパソコンかなんかあれで辞めて、今度はスマホ見ながらゲームかなんかやったらですね、もうそのまんま、もう今日はもう帰ろうとか言ってね、でパチンコ屋行ったらパチンコのあれがチャラ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 回るのがまた液晶だったりしますから、もういよいよね目は休まらない。だんだん会社行くのが嫌になって、なんかこう塞ぎ込むようになったら、もう鬱じゃないかと
で病院行っても原因はそこまで探求しませんから、まあ、これうつ病でしょ、で薬が出る、これ普通です。だから眼精疲労からそういうふうになってる人ってのはものすごく多いんですけど、原因は探求されないまんまですから、薬だけ飲んで終わりと。もちろんねそういう薬ですから飲めばなんかこういういいような気がするんですけどね。まあ一回車の運転してああ疲れたなっていう時にですね、眼精疲労の治療をやってみてください。ハペパッチとかこうね、ハペパッチこれだったらもう安全ですからポケット入れとくんですよ、ハペパッチを。それで車の運転するでしょ、疲れたなと思ったら信号待ちの時にこのハペパッチをこう貼ってみるんです、目の前に一番自分が気になるところパッと貼ってみてください。こうやってる人だったらここに貼ればいいんですよね。こうこの辺が辛いって言ったらもうこの辺とかこう目尻とかですね、目の下とかこの辺にこう貼るんですよ。まぶたが重たいって言ったら まぶたの上かまぶたの下かどっちかに貼ってみてください。信号待ちの時間でいいんですよ。ほんで信号ははい変わったと思って、はい、運転しようかなと思ったらね、さっきの、ね、気持ちが変わってる。ああ運転してどっか行こうかなって、ドライブ行こうかなって、さっきまでああもう休もうかなと思ってたものは、あちょっとどっか行ってみようかなっていうぐらいの気分が変わります。そのぐらいこの眼精疲労っていうのは気持ちを落としてしまうんですね、やる気なくさせてしまうんですね。眼精疲労では、肝臓の治療で、足の親指の F2、F6 です。でこの場合は両方やります、両足やります。で眼精疲労自体のツボっていうのは単形にたくさんありますので、H5、F5 特に F5 ですよね、足の薬指これやると眼精疲労が非常に取れてきます。こめかみから、後頭部から前頭部から、さっき言ったおでこの腰白とかこれ全部単形状にあります。単形を治療すると非常に治りがいいです。これ鉛筆芯でもいいんですけどね、鉛筆芯貼ってもいいんですけど、顔に鉛筆芯貼ってて絆創膏かぶれとか金属アレルギーが出ると、ちょっとよろしくないので、まあ、ハペパッチの方が安全ですし、この絆創膏はですね、かゆみがあんま出ないんですよ。世の中にかゆみがあんま出ない絆創膏っていうのがあると思うんですけど、それをね買ってきて散々やったけどこれじゃないとダメっていう人がいるんですね。でもうこれくださいって言ってやっぱこれを買われる方がいます。それからこのアルシビジョン、これも眼精疲労を取ったりとか、目の健康のためにですね、加齢黄斑形成やなんかにいいのも入ってます。次が寒さ。寒くなると血圧上げて血流量を増して体温維持しようと、で血圧上げる食べ物は何かって言ったら塩分がちょっと入ってた方がいい。まあ、東北の人がなんで血圧高いんだって、もうそういうもう立地条件があるわけですよね。で私たちこう南、それからすれば南の方ですよね。だからまあ血圧少し低くってもいいんじゃないかな、まあ、それなりの理由があると。で私たちは今こう九州福岡一番高いところ住んでますけど、この鹿児島まで300キロぐらいありますから、と鹿児島の人の方がもっと血圧が低くってもなんとかまあいいだろうと、必要性がないわけですよね。でも東北とか北海道の人っていうのはやっぱりもう必要性がおそらくあるんだと思います。で海産物おいしいですね。でその代わり野菜もやっぱたくさん取らないと塩分の取りすぎになりますので、塩は悪いという話が随分とあって、塩を敵にした時代が随分長く続きました。でもその中でもですね、腎臓病の人にちょっとだけ塩分を与えると腎臓の機能がこう良くなったりとかですね、そういうなんかこう体の例えば胃腸の具合が悪いっていう人が、少しお味噌汁を濃いめにしたら元気が出てきたとかですね。胃酸っていうのは塩酸ですから、塩の酸ですから、あんまり極端に塩分を嫌ってしまうと、まあ、ちょっと働き悪くなるみたいですね。だいたい物事をこうギュッとこう収縮させるっていうのは塩の仕事ですよね。ナトリウムです。開かせるのはカリウムの仕事ですから、ナトリウムがないとこうギュッとこう締まらないんですね。運動やってる中学生とか高校生に塩抜きにするともう力出なくなりますよね。だから今はなくなりますけど3世代住んでる家がありますね。
で、そのアトピーが多かったりしますね。ああ、おばあちゃんが甘やかして子供にお菓子なんかやってるんでしょ。いや、そうじゃない。うちはもうね、健康には気をつけてます。なんでこうなんだろうなと。で、子供を見るとなんかふにゃ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 してるんですね。しっかりせえというような感じなんですね。で、そこんちの食事っていうのは全部おじいちゃんおばあちゃんに合わせるわけですよね。だからもう知らず知らず減塩食になる。その減塩食孫が食ってるわけですね。孫減塩食食べる必要ないですよね。私孫だけはちょっと味噌汁濃いめにしてあげたらどうですかと言うとシャキッとしてきて体が締まってアレルギーも良くなったということもあります。まあ、塩も全部嫌って、まあ、ただ食卓塩をこう手に乗せてこうやって舐めたらあまり良くないですよね。まあ、梅干しとか味噌をちょっと、濃いめとかお醤油を少しだけ足してとか、あまり減塩減塩に走りすぎてもダメ。最近熱中症でそれがやっとこそ分かってきたわけですよね。この10年ぐらい夏場水分取りましょうというのと塩分も取りましょうっていうのがやっと言われるようになってきたんですよね。汗で塩分なくなるわけですから、昔うちのおじが溶鉱炉のある八幡製鉄行ってた頃はよく言ってました。溶鉱炉のあれの横には塩置いてある、ね、水はどんどん飲んで塩がなくなる、塩分なくなるから塩ちょっと舐めないとやってられないと。溶鉱炉の役は塩分が必要なんだ。で、私も魚釣りなんか行っても水はこういっぱい飲みます。回しゆっくりになるんですね。でもみんな魚釣りから上がってさ、ふわふわふわっとこうヘロヘロになるんです。でその時に塩ちょっとこう口にちょっと入れるんですね。そうするとねふっと元気になるんですよね。これみんな知ってます。とことん汗かく人はもうそうやって知ってるんですね。で皆さんも夏になると汗バッとかくんですけど、そこまで一気に汗かいたことないと塩は怖い危ないばっかりこう頭に入ってるんですね。でやっとこそ最近、塩分もと言われるようになります。でもできたらこう食卓塩はダメですよ。食卓塩をたくさん自然塩、うちにも海水の素っていう自然塩置いてますけど、自然塩をできたら味噌に使ったりとか梅干しに使ったりとか、まあ最低でも煮物とかですね、そういうものにこうちょっと足してそれで食べるやってみてください。ですね、次はですね、あれ重要なんだけど寒さっていうのを話しましたですね。よっしゃこれはいいと。で、寒い時、そうか、夏寒くする人がいるんですね。夏寒くする、夏暑いもんですからみんな寒くしたいんですね。でクーラー入れますでしょ。で寒くなりますよね。でもクーラーはそこまで冷えません。クーラーでなんか洋服着ればいいですから。でビール飲むと一発で冷えるんですね。それから冷たい氷の入ったジュース飲むと一発で冷える。でこれなぜかっていうと、この中に冷たいものを入れて0度ぐらいですよ。でお腹の中入れると0度がお腹の中入るわけですから、もう極端に冷えます。そうでしょ。エアコンどんだけ効いても0度にはならないですよね。0度って言ったらその製氷室いるみたいな話ですから、どこを飯食いに行ってもそんなに冷やしてませんからね。でもジュースくださいって頼んで出てくると氷の中入ってますから、もうほとんど0度ですよ。それをこう飲むと胃袋0度ですからね、ものすごく冷えますから、まあ夏はかえって冷やします。じゃあ冬こんな冷たいもの飲みたがるかって、冬はそこまで冷たいものはやっぱ冬だから寒いから、じゃあちょっとあったかいものにしようかなということになるわけですね。反対側のページいきますと、6番目、まあ、精神的なストレスと、これはですね、やっぱ恐怖心ですね。恐怖心はやっぱすごく交感神経異常興奮させます。それから恋愛ね、恋愛も恐怖心と一緒ですから、強迫神経症と言われますね。恋愛している女性のことですね。最近男の方が強迫神経症でいつ振られるんじゃないかと思うドキドキしてるわけですよね。そういう男の人多いでしょ。私もそうですけどね、いつ振られるんじゃないかと。で女の人にしがみつこうとするわけですね。それでも袖にされると、最近の男はいきなり袖でナイフと包丁を持ってこう
遅いに行ったりするから、もう本当にもう昇進、もうそれで置いといて、もう次のに行けばいいわけですよね。最近はあの円楽さんやなんか もう頑張ってやってるじゃないですかね。もうね、女遊びは肥やしにはなりません言ってますけどね、肥やしにはなりませんって言いながらですね、肥やしになってるっていう顔してるからおかしいんですよね。あの円楽さん本当面白いですよね。でもやっぱこう女の人はこうなびくような気もしないではないですよね。はっきり、いや私の方から声をかけました、口説きました、男らしいですよね。あの人の落語僕一回聞いたことあるんですよ。たまたま横浜のにぎわい座に行ったらですね、ふっと見るとですね、円楽師匠が座ってるんです。え、今日は円楽師匠だったんだ。やっぱこう生きていなせなっていう、その江戸の落語をそのまんま字でやるようなですね、あの実際たまにこう落語来たら聞きに行ってみてください。皆さんもですね、あこの人なら才能あらん、やっぱ私が口説かれたら行くかもしれないぐらいのことはですね思うかもしれませんけど、円楽師匠が口説くかどうかは別の話としてですね、本当にあの笑点見ててもですね、笑点はやっぱあの人はこっち座った方が良かったと思ったんですけどね、あの違うのが座ってるでしょ今。あれは円楽師匠の爪の赤煎じて女口説き行った方がいいんですよね。あの年でまだ独身ですからね、あいつは翔太ですね。ちょっと考えた方がいいんじゃないかと思うんですけど、でも円楽師匠があそこに座ってて、もし今回の事件になってたらまた降りなきゃいけなかったかもしれませんから、まああれでよかったのかなと思います。まあ精神的なストレスっていうのはそういうところが一番、あの円楽師匠も精神的なストレスを、ベッキーよりもですね、まああったんじゃないかと思うんですけど、こういう時はあのブラブバルテンとうちで、あないな、ここにはですね、あって精神的なストレスをちょっとこう緩和させるような、チコリという植物がありましてですね、そのチコリコーヒーっていうのがあるんです。昔はよくあの自然食品のお店でチコリコーヒーっていうのがあったんですね。こう何か意味分からずにコーヒー飲むよりはチコリコーヒーの方がいいだろうと僕飲んでたんですね。あれ精神安定剤だったんですね、あれはね。最近になってやっと分かったんですね。あの皆さんも飲んだことないです、精神安定剤って書いてないです、チコリコーヒーには。これあの自然食品店行くとですね、まあ、こんな花なんです、紫色ので、ちょっと大きめの自然食品店行くと、あのタンポポコーヒーか、昔言ってたのね、タンポポコーヒーって嘘ばっかりですよね、本当にね、何がタンポポのコーヒーだで飲まされてたんですね。あのどうぞって言うから、じゃあ私も一つ飲みます。あれはヨーロッパでは精神安定剤だったんですよ。日本じゃ化学薬品の精神安定剤飲むでしょ。でヨーロッパではですね、その化学薬品の精神安定剤嫌だっていうと、あのいわゆるタンポポのねのコーヒーというものを飲んでたんですね。それはこのチコリというものです。だこれはそのタンポポコーヒーはまあ煮出してこう飲むわけですから、そうエキス成分入ってないんですけど、これはもうそれあのもうエキスの一番こう濃密なところを錠剤にしてやってるわけですから、まあ自然な安定剤というふうに思ってください。7番目は古傷。古傷はですね、この間やっぱ盲腸の手術をあの随分昔におやりになった方で、治療にお見えになったので、まあ、いろいろこう聞いたらですね、もういっぱい怪我というか手術してらっしゃるんですね。まあ古い部分からいきましょう。一番古いのから治療していくわけです。手術の後はですね、もう80歳ぐらいになったら5回ぐらい手術したという人結構いらっしゃいます。で盲腸から、だいたい盲腸が一番古いですね。だいたい10歳ぐらいの頃に、手術してますから、80歳だったら70年前です。70年間傷が痛みを訴えてるわけですから、結構いろいろトラブルになってます。でこの盲腸の、まあ、中枢炎の手術の傷跡を治療すると大体良くなるんですよね。であと最近手術したっていうのは意外とそうでもないです。まあ、婦人科の手術が女性の場合多いですよね。それからヘルニア、鼠径ヘルニア、腰の椎間板ヘルニアじゃないですよ、ここ下腹部にですねヘルニアの手術をするんですね。
で、最近やった人もいるかもしれませんけど、これが2歳ぐらいとか3歳ぐらいにやってるともうわからないですね。もう自分でも覚えてなかったりします。で、僕がこう探していくと、あれこの傷なんですかって言ったら、ああそういえば子供の頃にとかって思い出すんですね。で、どういう患者さんがその鼠径ヘルニアやってるかって、腰痛を訴える、腰が痛い、で腰をこう押さえても腰痛みないんですね。で、大体そういう時にはこの、上前腸骨棘というこの骨盤の骨がこう出っ張ってるんです。これの斜め下のところに、痛みを作ってる場合があるんですね。で、ここをいろいろ触ってると痛いから、じゃあここに治療しましょうって、こうズボンをこう下ろしてもらいますよね。で、ついでにこの恥骨の横側の圧点も探すんです。この恥骨の横側にもですね、痛みがあったりする。それで、まあ失礼ながらでパンツをこう下ろしてみると、おっと見ると傷があるわけですね。でも見えなくなってるんですよ。見えなくなってるっていうのと見れなくなってるっていうの、2つあります。見えなくなってるっていうのは、まあ陰毛が生えたりとかから傷が薄くなってるんですね。そうするともう見えない。見れなくなってるっていうのはお腹が出てしまってるんですね。こうすると 見れなくなる。もうね、気にしてらっしゃらないんですね。見れなくなったのはですね、ありますかと、人に聞かないとわからないと。盲腸もそうですね。エクボができてるんですね。そんなとこエクボ作ってどうするんだっていう話ですけど、これもやっぱりちょっとせり出てくると中から引っ張ってる、だからエクボになるんですよ。エクボになるっていうのは引っ張ってるわけですから、中の方で何かとくっついてるんですよね。それがこう引っ張ってるから表面ではエクボになる。そう思いません？それもね、上向いて寝るとエクボなくなるんですよ。わかります？上向いて寝るとまっ平らになる。起き上がるとエクボができる。中から引っ張らない限りそんなことにはなりませんから。だから立ち上がるといつもずーっとそうやって中から引っ張られてるんですね。中から引っ張られてるということは、逆に考えると表面からお腹の中をいつも引っ張ってるわけですよ。だからいけないと。だからそういう痛みを調べる場合には、立たせてみないとわからない。寝てるとエクボができませんから。立たせた時に初めて中から引っ張られてる。逆を言うと外からお腹の中をぐいぐい引っ張ってるわけです。癒着が、手術跡が。その時抑えると痛みがわかると。そういう段取りなわけですね。では古傷の治療をやってください。まあお腹の前側、ほとんどお腹の前側が多いですから、お腹の前側を通っている経絡をですね、1本ずつやっていくんですね。一つずつやっていく。F の1、F 2、まあ順番にいくと F の6、まあ中指やってもいいです。で F 5、ね、ちょっと横の方行きますよね。で F 3、F 3は陣形ですからおへその横行きますよね。F 4は後ろ側ですから、まあ関係ないと。で背中の方を切ってる人もいます。今度は椎間板ヘルニアで腰の手術してる人は F4 と100円ですよね。100円で効く場合っていうのは、お腹の前側の婦人科の手術やなんかした場合は100円をやると腰の痛みが取れたりします。まあ、古傷だと。この間ね、何だった、あそうそう、あれもやった、これもやった、それもやった、で足の痛みが、しびれが取れないという患者さんに、こう問診票を見ながらですね、もう5回目ぐらいの治療なんですよね。で血圧下げてますから、上げる治療で HGF の清潔治療したら良くなったんです。少し良くなった。なんかおかしいなって言って、消せないなと思いながらこうやって、本当に手術してないですよねって聞いたんですよね。ただ患者さんもドキッとした顔をされてですね、いや実はその妊娠 その出産の関係で手術をしましたってこう言われるんですね。で女性にとってその妊娠出産とか、まあ子宮外妊娠とかですね、帝王切開とか手術に入れてないんですね。だいやこれまで話さなきゃいけないのかなっていう気持ちでいらっしゃるんだと思います。でも立派なそれ手術ですから、お腹というか体に傷を入れたことはないですか、まあ、本当は僕もそう聞けばいいんでしょうけど、まあ、手術はないですかと聞くわけですね。でそれで婦人科の手術をしたことがあるというのを分かって、まあ、お腹をこう調べてみたんです。お腹には良、まあ、かったっていうか、残念ながらというか傷に痛みは何にもなかったんです。
ああ良かったですねということで終わったんですけどね。でも、これがあと10年とか20年して癒着がひどくなってこの傷の痛みが出てくる可能性はありますので、まあ私が女性の鍼灸師だったら話はもっと簡単なんでしょうけどね。あの帝王切開とか婦人科の手術ないですか、簡単に聞きます。それから遠因切開とかですね、自脳手術とかですね、なんか聞きにくいでしょ。そういうのがないですかっていうのはやっぱり絶対これ聞いておかなきゃダメです。逆に言うと、まあ私が治療家ですからそう思うのが、100円の視力をしたらすごくなんか良くなったという人は、この正中線上、だから婦人科から胃の手術からこの溝落ちからおへそから下腹部にかけての手術とか、背骨圧迫骨折したりとか背中の痛み、こういうものとかですね、お尻を強くぶつけて尾骨を骨折してるとか、それから遠因切開をちょっとしてるとかですね、こっちを疑うんですよね。百葉治療、何にもないのに百葉治療したら良くなったっていうのはですね、なんかそういうのがあるんじゃないかなと。時々もう今はですね、1ヶ月に1回か2ヶ月に1回ぐらいはそうやって百葉治療したらすごく良くなったという女性の患者さんでハペパッチを遠因切開に貼ってもらうことがあります。これはおかしいと、こんな百葉で効くってのはおかしい、もうあれもないこれもない、もう全部ないで、出産してます、3人子供産んでます、で、あ、もう遠因切開してるかもしれませんね、本人ほとんど記憶にないんですよ、で覚えてないです、じゃあ僕向こう行ってますからこれを貼ってくださいと、もしくはまあトイレ行って貼ってきてくださいということはやります。もう私の中でももうその段階にもう来てます。もうなんていうんですかね、放ってはおけない状態ですね。今日もこれだけ女性の方お見えになってますけど、間違いなく3分の2は遠因切開されてる、あ、いやしてない時代かもしれませんけどね、もうちょっと若い人だったらもうまず8割方はしてます。まあ皆さんのお子さんお孫さんがいらっしゃったらもうこれは聞いてみてくださいね。でそこに痛みが存在してないかどうかやってください。で古傷と、8番目心臓で、これはですね、心臓が悪くて血圧上がるっていうことはあんまりないかもしれません。心臓の症状はですね、血圧を上げる何かのこっちの誘因があって、それの被害者として心臓が血圧を上げなきゃいけなくなって、それで心臓が疲れてしまうということがあります。ですからこの場合には、H3 ですね、心臓の交感神経を抑制する心筋をの疲れを取るための H3 それから H6F4 をするわけですけど、心臓のために交感神経を抑えなきゃいけませんから、まあ、ノニジュースを飲んだりお酢を飲んだりとかですね、心臓の疲れを取るというのはこれヘルシーハートっていうこの自然薬は非常に面白いです。これはですね、というのが心臓の治療法ですね。もうちょっといきましょうね。次はこれです。高血圧の治療と中高年の健康と、中高年に限っております。もう若い人は関係ないですね。なんでかっていうとですね、少々血圧が高いぐらいで薬を飲んでる若い人はいないんですね。ところがそう高くもない血圧に薬を飲んでる、まあ脅かされて飲んでるんでしょうけどね、それは中高年には非常に多いんですね。中高年で高血圧の薬を飲んでいる人は非常に多いです。近年では高圧や血圧を下げるお薬ですね、これによる副作用が問題になった。これインターネットで調べたら私が前から言ってたような話がですね、出てきてます。高血圧で血圧の、高血圧ってそんな高血圧でもないんですよ。160ぐらいのもんは大したことない、昔で言ったらもう高血圧入ってないぐらいの問題ですから、その人たちが血圧を下げる薬を飲んだらどういうリスクがあるかっていうのが書いてある。インターネット調べる、脳卒中、私が言ってるんじゃないですよ、ネットで自分で調べてください。あ、私も言ってましたけどね、認知症ね、それから目の病気、
それから腎臓肝臓の病気、中高年のアレルギー、冷え性、めまい、だるさ、それから足のしびれ、これしびれ書いてませんでしたね。足のしびれ、この間ね、そのしびれの患者さんがこんなこと言ったんですよ。いや、血流障害を起こしてますから、ちょっと血圧上がって流れ良くした方がいいんですよと。でもこのしびれ、ほら正座して法事の時正座して足がしびれるじゃないですか、まあ、あんな感じのしびれはずん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 あるんですよ。そりゃそうですよ。正座して時のしびれって血液ピュッとこう止めてしまったしびれでしょ。でそれが血圧下げてるもんだから起こってるわけですよ。だから手でも起こる、手もなんかジーンとしびれましたとかですね、なんか足先がジーンとしびれました、血流障害ですよ。血圧下げすぎてる。それが頭の中でも起こってるわけですよね。頭の中ジーン、これ認知症ですよね。あんまりいいことはないわけですね。でじゃあどうして血圧の薬を飲むのかと、だかなんか訳が分からずに飲んでる人、本体性高血圧の人が全人口というか、飲んでる血圧飲んでる薬飲んでる人の9割方ですから、まあ、ちょっと考えなきゃいけませんよと。で1番、血圧を上げる原因臓器が、まあ、ありますねと言って、今こう治療の話したのがこれで終わりですよね。そっちの治療をしないで血圧だけ下げたんじゃ、こういう高圧帯のリスクの方をどんどん拾ってしまうことになるから、それやめましょう。で2番目、脳卒中のリスクは高くなる。脳卒中の中でも、最近は脳の血管の中で血の塊がポトッとこう詰まってしまうっていう脳梗塞ですよね。それが多い、だいたい7割、まあ、8割近くがそういうことなんですね。じゃ あの戦争終わったすぐはどうだったかと、昭和30年から40年代はどうだったかというと、脳卒中の7割から8割が出血、頭の中で血液がバーッとこう破れて血液がドカーッと出て、お父さんお父さんって言ったら、カーッといびきをかいて寝たかと思ったら、次の日にはもうご臨終ですと、そういう脳出血が多かったわけですよね。これは浅見先生は、脳出血は非常に予後が悪くって、治療も難しいと書いてらっしゃるんですね。まあでもどっちかというとこれでパカッといった方が簡単かもしれないですね。実際ですね、で昔の人は血圧高かったわけですね。高くってこうやって出血して亡くなったと。でみんなはそれを見て、あ、私もこうやってね、苦しみもなく、みんなからこう見とられて、お父さんって言いながら一日したら亡くなった、大往生でいいよねと言ってたわけですよね。で今はどうかというと、みんな血圧下げてますから、なんかポッと詰まってゆいゆいゆいってなって、10年20年またちょっと詰まって、またゆいゆいってなって、手取られながらですね、下の世話してもらいながらですね、でなんか死ぬに死ねないっていうね、あの草壁陽先生のお父さんがね、100まで生きたらどうしようね、心配されてたそうです。あの100まで生きてって言ってテレビに、あのなんかこう元気に、ウォーキングかなんかしてる、人がこういるでしょ。100歳元気だ、ね、100になったらみんなそうですか。皆さんそうです。みんな100になったらあえて元気に散歩してます、ね、草壁雄先生のお父さんは心配されたそうです。なぜかと、100になってあんなことやってる人はもういないんですよ。ほとんどいないんです。よっぽど珍しいから、あれテレビになってるんですよ。そう思いません。テレビとかですね、昔の古文書とかですね、あれ出てくるのって珍しいから出てきてるんですよ。だからあの食べ物 あの昔の食べ物とか言ったの見てください。あれお殿様が食べてるものしか出てきてませんから、一般庶民が出てくるのか書いてないですからね。あれ100で、ね、珍しいですよ。元気に散歩してる、ちょっとそこを帰り、あの信号渡ったところで桜園っていうのがある、特別養護老人ホーム、ね、この辺の人ならみんな知ってます。1ヶ月に何回救急車来るか、そういうことですよね、入居者の人ね結構いらっしゃいますけど、もう何日かに1回救急車が来るっていうぐらいですから、そのぐらいのこういうことですよ。100になってるかならないかっていう場合は、
そこまで生きたらどうしようって言って、草加病のお父さんは心配して、あ、死ねなかったらどうしよう、ね、で草加病先生も言われてましたよ、あの90何歳でね、あの在宅のやってらっしゃいますよね、先生の手を取ってね、先生どうやったら死ねるんでしょうと、いやまだあのお母さんあんた心臓丈夫だからまだ死なないかもしれませんね、そうですか、あれね60の頃にね健康のためとウォーキングやったのがいけなかったのかしらって言って先生に訴えるそうなんですよね。それがいけなかったとは言えませんからですね、でもそういうこと90になってもう身動きできないという時はもう先生にそうやってすげってね、なんとか死ぬ方法ないですかって言われそうですよ、まあね、考えなきゃいけないんですね。まあそのためには血圧は少し高い方がいいのかなと僕も思います。で脳卒中もですね、あのバカッバタッという方がいいのかなと思います。まあこんなことを言うと、あのそんな不謹慎になってまた言われるかもしれませんけどね、そんなこと言ってる人の親はですね違う病気で死んでるんですよ。私の親は2人とも脳卒中で死んでますからね、他人のことじゃあります。バカッバタッと死にたいです僕はですね。ぐず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 、次行きましょうかね。3番目認知症、これは本人はそうでもないんですよね、本人認知症ですからあんま分からないですね、長生きします、認知症ですね。うちの親父もちょっと認知症が出たんですね。で、認知症が出るとあんまりストレスなくなってくるんでしょうかね、毎日カバン持って出かける出かけるばっかり言いますからあんまストレスないんでしょうね、まあ聞いてみたことはないんですけどね。でもうちの親父の兄弟ってみんな50歳前後で死んでるんですよ、みんな癌になったりとかですね、早死にですよ、50何歳とか60前後で死んでます。うちの親父それから30年経って86で死にました。30年も長生きしてるのは親戚の中で、その、まあ、親父の親戚の中で親父だけなんですよね。で認知が、まあ、軽い認知があって、まあ、日頃の生活できましたけどですね、まあ、だから楽しい晩年だったと思いますね。周りは大変でしたですけどね。だからこう認知症にならないようにっていうのは周りの人です。家族はですね、この人認知症になってほしくないなと思ったらですね、血圧下がっててみてください。下がってたらちょっと危ないですよね、あんまり下げすぎる薬飲ましたらダメですよね。でここに書いてますように、認知専門の病院が東京にありました、入所してこられる方の、院長先生がですね、薬全部やめさせる、1週間もやめさせると血圧が上がってくるんですね。ふとその認知で入ってきたおじいちゃんがふっとこう元気になって、まあ普通になってくるんですね。見舞いに来た家族がびっくりするんです。いやーおじいちゃん良くなった、先生治療していただいたんですねありがとうございます、全然治療なんかしてない、薬やめさせただけなんです。これ東京の病院で有名な話です。あ、一般には有名じゃないです、こんな話公には出ませんから、私らみたいなことやってる人の中じゃ有名な話です、当たり前の。で一回やめさせる、血圧をちょっと上げてみる、ね、手も足もしびれるぐらいになってるんですよ、血液回ってなくて、頭だってしびれるぐらい回ってないわけですから、一番上にあるわけですから一番しびれてるわけですよね、心臓から一番高いところあるでしょ脳は。それが回るようになったら、え、ここはどこみたいなことになる、まともになるわけですね。皆さんもこの人はちょっとボケてもらうと困るなというと血圧測って、まあ年齢プラス90っていうのは普通ですから、それ計算してみてください。自分の連れ添いがそのぐらいじゃなかったらちょっと心配した方がいいわけですよね、これはちょっと危ないかもしれないと。4番目ですね、頭もそうですけど目も血液がうまいとこ入ってこないと、いい状態健康状態保てないんですね。これはね、血圧は、まあ、HFF の清潔治療すると目の状態良くなるという、これは眼精疲労を取れるとそうなるっていう場合があるんですけど、時々その血圧下げすぎてる方がいらっしゃるんですね。で、これ血圧下げすぎてるんだろうな、血圧測ったら120しかないと、年齢80歳、こう世の中どういうふうに見えてますって、ちょっと暗いわねとかね、ちゃんと見えてますか、見えてるわよってこう言われる、見えてるんですね、見えてるのは見えてるんですね。で、まあ、これは一番最初に HFF の清潔試薬して、で薬でこう抑えられてる、
神経をちょっとまともにした方がいい。HOF の整形手術がやるんですね。でパッと起き上がってもらって、どうですかって、なんか頭がすっきりしたわって言うんですよね。で見え方どうですか、あなんかくっきりはっきり見える。で僕の顔はどうですって、まあ、スキッと見えてる、どんな感じです。で大体これ言うと、そうですねっていうのが、金魚鉢の水替えをやった後のその金魚がすっきり見えてあの感じなんですね。そういうふうにこうスキッとこう空気が、空気をなんかこう洗ったような感じにきれいに見えるんですね。でこれはですね、眼精疲労じゃないね。8時のおばあちゃんスマホやって目が作られてって、これはあんまりないですから、これ血圧下げすぎてるんじゃないかなと、そういう感じです。だから血圧が上がって循環がこう良くなってくると、スーッと見えが良くなってくる感じですよね。ここもちょっと考えた方がいいところですね。でさっきやりました5番目は腎臓や肝臓と、6番目中高年のアレルギー、これも血圧を下げる薬を飲むとどうもこういうことが起こるみたいですね。で僕もその薬の専門家じゃないからどれがどうっていうのは分からないんですけど、なんか血圧を下げる薬の中に、もちろんそうですね、交感神経を抑制するっていう薬がどうも入ってるみたいですね。でそうするとせっかく上がってる交感神経を抑制するもんですから、もともと体質的にアレルギー、副交感神経の働きを強めるようなそういう体質があるんだったら、アレルギーの症状が出てくるんですね。せっかくそれをですね、晩年加齢によって交感神経を働かせることによってバランスが取れてたのを、血圧だけ交感神経だけ下げてしまったもんだから、このもともとあったアレルギーの体質がポコッとこう見えてくるんですね。そうすると70、80になってですね、昔やったようななんか偏頭痛が出てきたりとかですね、アトピーみたいに痒くなったり、喘息が出てきたりとかですね、するわけですね。で昔どうだったんですか、いやもう小児喘息があってとか言ってね、それずっと良かったんですけどね、でいつからですって、いやここ3年か4年ぐらい前からですね、何があったんでしょうね、その前に3年前から出てきたっていうことは4年前から何かあったわけですよね。でもういろいろ尋ねると何にもないですね。でこのお薬いつから飲むようになったんですかって言うとね、そういえば4年前からこれ飲み出してと、なんかあれから体の体調がというふうなことが出てくることがあります。とか世の中に血圧の薬飲んでるっていうのはもう本当にたくさんいらっしゃいますので、まあ、日常的なんですよね。あなたもあなたもあなたも10人を捨てたら9人下手すりゃ血圧の薬飲んでるわけですから、これが原因でみたいなことは思わないですね。まあそういう時には、ちょっとお医者さんと相談して、この血圧の薬飲むようになってから何か変かなというふうにちょっと相談してみてくださいと、そんな相談してこう血圧をうまいところちょうどいい頃に、安定させるといろんなものがこうなくなっていく場合があります。まあ、その中に、中高年のアレルギーというのがあります。最後の方に、今の血圧の基準が低すぎるんじゃないかなと書いておりますけど、昔の人はみんなね、年齢プラス90頭入ってるわけですよね。皆さんご自分の年齢に90足してみてください。150だったり160だったり170だったりでしょ。そういうことなわけですよね。それでちょうどいいんだよと、ちょっと上がるのは当たり前と。アメリカでも180の血圧で血管がボコボコ切れるかっていうと、まあ、そんなことはないなという実験の結果が出ております。なんでじゃあバカッとこうなるのか、まあ、これはまた分からない。あ、それから脳梗塞やった後にですね、血圧測ってみてください。血圧上がってますから、皆さん考えてみてください。何がいいか、トイレが詰まった時どうします？トイレはちょっと例えばあれですかね。じゃあ洗面所が詰まった時どうします？洗面所の水じゃって言うと、おー、だん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 水が増えてきたってね、流れない。下の方向 S 字になってるでしょ、管が。あそこ詰まったわけですよね。そんな時どうします？簡単なのが、まあ薬品でこう流すなんてありますけど、まあ
そんなことしなくて、もっと簡単にやるのがあるでしょ。ん？ああ、それはあれですよね。ステント入れての手術ですよね。じゃあね、グニグニやってやってから、もっと簡単なのあるじゃないですか。うん？あ、それ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 。ほらほら、昔ながら。ギュッてポン、ギュッてポンってやるじゃないですか。ね、トムとジェリーじゃあれこう弓矢してピュンって言ってね、トムの頭にガーンって刺さってね、でバッコンって言ったらトムの頭がその格好になる。あれですよ、バッコンバッコン。詰まった時は圧力かけるでしょ。脳卒中を起こして脳梗塞で血管詰まった時、人間はどうすると思います？その詰まったのを何とかしようとして、うん、奥さんどうします？そう、圧をかける。そう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 。脳梗塞を起こした後に血圧測ってみてください。200ぐらい上がってますから、それが普通なんですよ。ねえ、水が詰まったらバッコンバッコンって言って圧を加える、加えて流そう。心臓の場合はこう、ここから管通して温泉ってグリグリグリってやってね、パカッてやろうかなっていうことでするわけですよね。普通圧かけるんですよ。だから脳梗塞を起こして普段血圧が低い人とか薬で下げられてる人が脳梗塞を起こして詰まった時には、その後血圧測ると200ぐらいに上がってるわけですよ。上がるんです。上げて通そう、流そうとしてるわけですよ。最初に言ったでしょ、脳に血液がいかないのが一番一大事ですから、その時は血圧上げるんですよ。そういうふうに人間の体できてる。ところがそれ見てお医者さんが、ああ血圧上がってますね、じゃ あこの後から血圧の薬もうちょっと増やしましょうとかね、今まで飲んでなくてもじゃあ血圧の薬出しましょう、ねえ。血液の流れがヨタヨタして詰まってるのにまた血圧下げるんだったらどうなるんだ。血圧、じゃあ次にサラサラの薬も出しましょうとかね。あれ飲んでてもなってる人はなってるでしょ。ねえ、何がどうなってるか分かりませんよ。それ正常でしょ。それ正常ですか。おいくつですか年齢。95です。90足してみてくださいよ。165。いいじゃないですか。それでいいんだけど、この間市の検査に行って、それは嘘だと思ってください。それ間違えてると思ってください。その数値が間違えてると思ってください。国際基準に合ってませんから、心配いらないですから。このくらい言ったってね、お医者さんの方を信じるんですよ。全然平気ですから。それはどこの誰が言ったんだって言って文句言った方がいいですよ。それはどこに書いてあるんだって。それはね、日本だけでそんなの決めてるのは、世の中で日本だけ特別なこと結構やってますから。これもう知られてる話ですよ。ヨーロッパあたり の医療のね、その学会っていうのがあるでしょ。学会に行くでしょ。日本だけ基準が違ったりするわけですよ。日本ではこんなことやってるから、じゃあ日本はこうしましょう、国際基準はこれだけど日本はこれにしましょう。なんでそんなこと言うかというと、その学会に日本から製薬会社がどん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 金払ってるから、日本だけ別にしましょうね。そんなことやってるんですよ日本は。であとね、そういう情報は日本に入ってこないようになってる。全部情報統制してますから、皆さん知らないだけですよ。で都合のいいのが、インターネットでもね、日本語っていうのはやってない。全部そういう情報っていうのは英語でやってますから、皆さんが読もうと思ってもわからないんですよ。で今は翻訳っていう機能がありますから、医学系のところ行ってその翻訳っていうボタンを押したら結構出てくるんですよ。だから最近ねバレてしまってる、だいぶ。でその医療情報っていうのはどういうことか、世界中に回ってる医療情報っていうのは白人の医療情報ですからね。黄色人種とか黒人 の医療情報ってのはほとんど回ってませんから、これまたそこにちょっとこう違いがある。でそれすら日本には情報統制されてますから入ってこないんです。だって、ヨーロッパとかアメリカとかカナダとかフランスとかでやってるそのね、医療情報を誰かが訳して日本語にして日本の本に出さなきゃいけないんでしょ。だから都合が悪いからこれやめとこうと、と絶対入ってこないでしょ。みんなそんな風になってるんですから、皆さんもうちょっとこう考えて、もう今インターネットなんかありますから、そういうのもうちょっと見て、そのあれですよ、
表面のとこばっかり見たらダメですよ。重箱の隅つつきながら見てくださいね。そういうとこを見るとこういう話が出てきますから、そしたら心配いらないでしょ、ね、うん、はいはいはい、標準値ね、はい、そうですね、そうそうですよ、下がりですね、そうですね、130ぐらいになって、今また137か9ぐらいになったでしょ、あまりに実態とそぐわないからバレてしまうとやっぱまずいですからね、そうそう、その前は160だったんですからね、こちらの奥さんが心配するのもしょうがないですよね、みんなそうやって洗脳されてるんですよ、売れるから、そしたら血圧5も下げたらね、何億金が入ってくるか分からん、私はもう薬は嫌いだから、いやそういう問題じゃないですよ、そうでしょ、怒られるし脅かされるでしょ、でも言ってないんですか、そうそうそう、賢いですね、さすがね、ほんでここに来て話聞いてるわけですからだからね、ヤクザより悪いって言うんですよ、ね、ヤクザは最初から脅かさないですよ、賭場に行ってごらんなさい、ヤクザ最初はね勝たせてくれますから、そのうち身ぐるみ全部やられるんですけどね、病院とね保険関係とね医療機関は最初から脅かすんですよ、ヤクザ以下なんですよね、頑張ってくださいね私も頑張りますからね、7番目ね、冷え性、めまい、だるさ、これにしびれもうねどれで来ますかね、うちに治療に来るのはですね、あ、めまいは来ますね、だるさじゃ来ませんね、冷え性は来ますかね、冷え性メインじゃ来ませんね、しびれもメインじゃ来ませんけど、でもあんまりしびれるとやっぱ来ますね、どうしてもこのしびれが取れないんですって言ってね、でこの冷え性、めまい、だるさ、しびれ、まあ、耳鳴りもね、で最近頭がはっきりしないとか朝だるいとか、こういうのを訴えられた最初の治療選択肢は H5F5 の清潔治療、 H5F5 手足の薬指の清潔治療するとどうなるかというと、副交感神経が抑えられます、交感神経はちょっと働きを強めますと、本来のその人の体質にちょっと一回戻してみようと、そしたらどうなるかなというのを実験的にやってみるわけですね、今飲んでる薬をどうのこうのって僕には言えませんので、ウッドナイト私は鍼灸師ですので薬の指示はできないことになってますから、さっきなんか言ったような気もしますけど、でどうするかというと裏技を使って H5F の清潔治療を2回ぐらいやってみるんですね、そうすると血圧がちょっと上がり気味になるんですね、そしたらどうなるかっていうのをその患者さんに体感してもらうんです、この間もそれやりました、足がしびれてるっていう患者さんに H5F5 の清潔治療を2回もうバッチリやって40滴ずつぐらい手足の清潔治療をやってもうしっかり副交感神経を抑制したと、よっしゃ、はい起きてください、ね、足の症状はどうなりましたか、ここでね足のしびれはなくなったでしょって絶対聞きません、そんなことはね、こんな聞き方しました、で足のしびれがどうなりましたか、これも聞きますよ、ただ一言どうなりましたかって言ってこっち向いてなんかこう治療の道具かなんかを片付けるんですよね、あこれこっちだったな、どうなりました、一言だけ絶対誘導的にしてはない、ただ患者さんはこの足のつま先の痛みがあるんですけどと、でこの後足の痛みはね時々出る、何をやっても出るんですよ、しばらくこの問答を5分ぐらいやるんですよ、僕は何を確定させたいかというとしびれがないということ、もちろん治療をする前にはしびれがありますよね、この足にしびれがありますよね、指先はしびれてますよね、つま先は痛みですよね、指先のしびれを思い重なってみてください、立ち上がってみてください、しびれてますよね、散々しびれのことを話をしておくんですね、で H5F の清潔治療を2回やって、はい立ち上がってみてください、どうなりました、もうそれさりげなく聞いて
ちょっとね、しびれの話が出てこない。で、つま先が痛い。あ、つま先のここが痛いんですよね、と。で、そこでおもむろに、しびれは？もう一言言うと、あ、いや、しびれはないんですよ。で、つま先がこうなるんですね。あ、やっぱりこれは HFが効いたんだな、と。こういうふうに確定させるんですね。で、それを2回、3回やって間違いがないと。言うと患者さんも、あ、このしびれは HFが良かったんだな。じゃあ HFの清潔治療って何？ってこうなるわけですね。いや、血圧上げたんですよ、と。そこ、あからさまにもう血圧を上げたんですよ。上げたらどうなるかを実験してみたんです。この3回の治療で。だから、痛みは別物です。でも、指先のしびれは血圧を下げてたからこうなったんでしょうね、という答えが出てくるわけですよね。まあ、こう、単刀直入には言わないんですけど。そこで、ちょっと病院の方といろいろ相談してみてもらえませんか、という話にこう展開していくわけです。だから患者さんの方も、おお、そうなんだと。血流障害で血がいってないからそういうことになってたんだなと。で、足の指先がそうなってたんだったら手もそうなのかな、手のこれもとかね、頭が時々っていうのもそうで、耳鳴りもとかね、そんな話にこう患者さん自身が気がついていくわけですね。そしたら血圧はもうちょっと上がってた方がいいのかなって、運動もした方がいいのかな、早め早起きした方がいいかなとかね、こんなことになっていきます。そういうふうに持っていくまで大体治療で 5,6 回かかります。皆さんみたいにこう今日のお話聞いてればですね、こちらのようにどっかでね、何か言われてもいいやさ、こうやっておいでになるわけですよね。賢い、金払って自分の体を悪くしている人結構いるわけですからね。で、全般終わりと。何かご質問ありますか？よろしいですか？もう他に質問ないですか？大丈夫ですか？はい、いや、音なんですけどね、薬も何も飲まんでね、うん、血圧が110から120なんですよ、はい、間、うん、薬も何も飲まないんですよ。男の質ってそんな低いですかね？いえいえ、それは体質です。ね、あ、年齢は80なんだけどもね、元気なんですよね。テニスも週に3回か4回やるくらいで、で、血圧の薬何も飲まないのに、えらい低いね、私は高いのに、主人が低いのはちょっとおかしいな。それは他人でしょ？時々ね、勘違いするのは、主人はこうなのに、なんで私はこうなの？それはね、他人だからですよ。まず第一番。主人はあれ食べて、これ食べて、お酒飲んでね、平気なのに、なんで私はダメなのって言ってね、私も食べるって言ったらね、えらいお腹の具合が悪くなって、体調壊してる人いるんですよ。バカな話じゃないですよね。他人なんですから、違って当たり前なんです。心配しなくていいでしょ。そういう体質ですから。ただね、そういう体質でしょ。血圧低い方ですから、出血してバカッとなくなるんじゃなくて、詰まって余裕になりやすいかもしれないということでしょ。パートナーとしてはそっちの方が嫌ですよね。朝起きてみたらご主人があらって言ってなくなってる方がいいと思いません？これね、身につまされてというかね、本当にこの年代にならないとこの話はね、通らないんですよ。これね、50、60の健康オタクの人たちにこの話をすると、冗談じゃない、そんなにしくて死んだらどうするんですかってね、食ってかかってくるんですよ。冗談じゃないわ、こっちですよね。80過ぎてですよ、老老介護でしょ。お父さんこうなって下の世話から全部することになったらどうします？金があったら介護施設に放り込みますよ、言ったらね、あと自分の人生楽しんだ方がいいでしょ。でもそれは長年つらさって、そんなことはしたくないと。だったら朝起きたりとか、みかん剥きながらとかね、お酒を一杯飲んでいい気持ちでそのまんま行ってもらったらいいなと。これがやっぱ70、80になった夫婦の考えですよ。私もそうでありたいと思うのと一緒で、相手もそうあってほしい。でも考えてみたら、旦那は120しか血圧がないと、今日聞いた話によるとなんかまずそうだなと。でも今言われたでしょ、週に3回分からテニスするんでしょ。テニスした方がご主人は体調がいいっていうのは知ってるんでしょ。そうですね、だからずっとやってるんでしょうね。なぜかテニスをしてる間は血圧が上がってるんですね。特に試合かなんかで負けたらですね、血圧が200近くいってるかもしれません。そう、運動したのと別にカーッと頭に血が上って、で帰ってくるとちょうどいいぐらいになってる。
だ今日聞いた話で一番メリットは、絶対死ぬまでテニスをやめさせてはダメです。分かってるんですよ、ご主人も、はい、そうなんだから、歩けなくなったら車椅子に乗せてテニスやらせた方がいいです。もうそれでもダメだったらストレッチャーに乗せて押していきながらテニスやらせた、寝たまんまこうやってやらせてればいいんです。そのくらいやらせないとダメです。じゃあずっとテニス運動はした方がいい。そうです、そうです。もうね、テニスだけはもう死ぬまで、絶対、本当ですよ、死ぬまでやった方がいいんです。やめたら絶対ダメ。そう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 、もうね、誕生日はテニスシューズ、ね、あの敬老の日にはラケット、もうそうやってね、もうとにかくテニスはやめさせたらダメですよ。でよくね、これね、失敗するんですよ。もう私も年になったから、みんながね笑うからテニスやめました。この間もいらっしゃったんですよ。もうね、もう80近くの方が、室内テニス場とプールがあって、そこに行くのがもう趣味だったんです。ところがね、ちょっと膝が悪くなって周りから言われてやめたんです。で、膝の治療は僕はしてあげたんです。だ、膝はね、3回治療したらね、足首治療したらね、全部良くなったんです。膝がしょん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 動くように、ああよかった、これでテニスができるって言って行かれたんですよ。ところがね、もう80近くでね、1回テニスやめたらもうできなくなってた。残念ですよね。痛かったって何したってね、やめたらダメなんですよ。これがね、50、60だったらまたやったら始まるんですよ。でもね、おいくつですご主人？80。80超えたんでしょ。一回やめたら二度とできなくなります。これは覚えておいてください。だ、何が痛かろうが、腹が痛かろうがね、風邪ひいてようがね、行きたいって言ったら行かせてやってください。やめたらダメですよ。週に3回のもう決まったように必ず行かせてください。時々失敗します。よろしいです？じゃあちょっと、ああ、どうぞどうぞ。そうですね、はいはい、高血圧で上がったのが下がって、下がった人を上げるのは、やっぱり一期一会です。これだけで、他はなんか血圧が下がって、高血圧の人が薬とか飲んで上がりすぎたりして、体調がこういう症状が出たとか。まずは一期一会ですね。それで、まあ薬だけで下げたっていう場合、一番いけないのは、その薬まだ飲み続けてるという場合は、ここは意味ないですよね。いくらやったって無理だと思います。やっぱり外からやる治療と腹の中に飲んだものとどっちが効くかというと、やっぱ口から入れた方が、やっぱあれでしょ、帰りにチョコレートパフェ食ってなんかめまいがしたって、そのチョコレートパフェが抜けるまでは治らないんですよ、アレルギーの場合はね。逆に高血圧で、その高血圧の薬飲んだとしますよね、血圧下がったでしょ、その薬を飲むのが例えば3年飲んでたら、その神経回路が出来上がってしまうんですよ。とか薬やめてもずっとその神経回路が続いてます。ちょっとそっとは取れない。その薬ずっと飲んでらっしゃるんですか？飲んでるんだったらもう難しいです。それは瞬間的に、エッチ後の清潔治療をすると瞬間的に良くなります。だから、あ、これは下げすぎたんだなっていうのは理解できても、飲んでてるとずっともう続いてるわけですから、無理ですよ。これよくありますね。こうアレルギーの場合、誘因って言いますよね。猫で飼ってて喘息ですね、うち来て治療しました、ああ喘息良くなった、帰ったら猫がいます、もう無理でしょ。猫なんとかしないとですね。でも猫は何ともできない。猫がいなくなって私が死にます、もう猫が死ぬまで待ってるしかないですよね、それね。あ、そうじゃない、猫がいなくなったらもう新たにまた飼うのやめとかないとダメですよね。薬だったら自主的に自分でやめればいいんですけどね。で、薬をまず、もしその薬が原因であればを何とかする。で、次に H5F の清潔試薬をすると、こういう段取りでしょうね。で、もうちょっと薬、血圧が上がるようなことをする。で、安全な方からやっていけばいいんですよね。例えば日焼けをする、日に当たる、こう安全ですから。特に黄色人種には許容されたストレスですから、日に当たる。それから少し味噌、さっき言ったような味噌とか醤油をちょっと濃いめにするとかね。それで血圧を少し上がる方向に持っていってやる。運動をする、
ね、こちらご主人80歳になってもテニスやって大丈夫なんですから、運動でダメになることはまずないですから、しっかり運動をする。でこういうのでこう自律神経のバランスをうまく取っていけば、まあ、先で良くなるとは思いますけどね。はい、他何かございますか。よろしいです。じゃあ、なんですか。うん、やめてみればいいんです。必要がないものであればやめてみていいですよ。例えば200ぐらいある人はずっと200ぐらいある人がやめたらすぐ上がるから、これはいけないってなるでしょ。だから150、60でそんな大したことないというのをやめたら上がっても150、60なわけですから。問題なのは今言われたように下げすぎた血圧が上がらなくなってしまっている方が問題なんですよ。上がるんだったらまだいいんですよ。そう思いません？ね、上がるんだったらそこまで血圧の薬が神経回路を作ってない、効きすぎてないということなんですよ。ああ戻ったよかったっていうことになるわけですよね。ただ金輪際戻らなくなってしまった場合は他の症状に出るんですよ。例えば頻脈になって、脈拍数が通常は60ぐらいなんですけど、それが90とか100になってしまうんですよ。これ血圧が上げられなくなってしまったもんだから、脈拍数でなんとかカバーしようというふうに人間の体がそういうふうになってしまう。そんなことが起こってしまった時代が続いたらちょっと大変だと思う。そうじゃなくて、薬やめたら血圧がちょっと戻りました、上がりましたって言ったら、あ、よかったよかったと。そう思いませんか、今日の話でいけば。そういうこと。それが患者さんのためにやってるかどうかですよね。で今の話で例えば詰まった時には血圧が上がるようにできてるんですよね。ということは血圧が高いっていうのはものすごい速いスピードで流れてるということですよ。それは間違いですよね。うん、詰まることはないでしょ。でこちらの奥さんの望みは、ご主人はドカッと出血して朝起きたらおさらばと、介護もしなくていいし本人も苦しまなくていいですよね。それを望んでないんだったら話は違うんですけど、どちらです。下の世話してもらう方がいいんだったら、ほらするのもされるのも嫌いですよ。どっちがいいです。だったら血圧はちょっと高い方がいいかなというお話ですよ。これ医療とかいう話じゃないですよ。治療とかどっちがいいかなですよ。で自分もそうでしょうけど、問題は相手なんですよ。今日ここにお見えの方はですね、ご理解いただいてるからそれがいいと、あ、皆さん横断ですかみたいな話ですよ。じゃあそれで行きましょうと。でもパートナーがどう考えてるかですよね。もう一生懸命脅かされたまんまにですね、薬飲み続けて今日も血圧下がったら120だよかったって言ってたらね、こっちはドキッとしてなきゃいけないわけですよね。そういうことですから、はい。他何かあります？よろしいですか、ね、ここに来てる人はいいんですよ。問題は来てない人なんですよね。はい、それじゃあ3時までお休みにしたいと思います。